Social Consciousness.com website writes as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was recorded across many ancient tablets and artifacts throughout time, which have only recently been uncovered. Shakai-ishiki.com ウェブサイトは次のように書いています。私たちの歴史は私たちが思っているようなものではないと。つまり私たちの歴史は過去数千年もの間ねじ曲げられてきたと。人間の歴史は現実に合わせるため誤訳され、変えられ、手が加えられ、ねじ曲げられてきた。そしてその結果、説明できないものをそのままにしてきた。私たちは今こそもう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないのか。この30395号では画家たちの残した謎について考えてみます。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan。Hello, this is YZRHS and Hiroshi Hayashi, Japan. Aliens are here right now with us. It's evidence and proof. Mystery of William Adolphe Bouguereau. エイリアンは現在の今もそこにいる。その証拠と証明。謎の画家、ウィリアム・アドルフ・ブグロー。これがブグローの描いた絵です。写真なのか絵なのか。まあ皆さん自身でご判断ください。まあそれについてですね、YZRHA さんからこのようなメールが届きました。ウィリアム・アドルフ・ブグロの絵がおかしいと、検証してほしいという内容のものです。で、検証してみましたが、大変なことが分かりましたので、報告します。これがウィリアム・アドルフ・ブグロです。1825年から1905年、今からちょうど110年前にまで、いた画家です。これがブグローの描いた絵ですけども、まず、ブグローの描いた絵を皆さんご覧になってください。この少女の絵が多いですね。それから、大変エロチックと言いますか、美しい女性の絵が多いです。で、こうした絵をブグローは、普通でない速さで描き上げたわけであります。ざっと拾ってもこれだけあるわけですね。で、これがブグローの絵なんですけども、これが写真なのか絵なのか、写真なのか絵なのかということですけども、これが写真で作られたものであるということを今日はこのビデオの中で証明いたします。ウィリアム・アドルフ・ブグローの絵です。で、順に検証してみますが、実に写実的というか、その写実のレベルを超えてるんですね。で、順に精査してみます。このスケッチ画を8とします。で、この絵に基づいてなのか同時に描かれたものかわかりませんけども、絵画が残っています。これを B とします。そしてこの A と B を並べて比較してみますと、全く同じなんですね。が、ここで間違い探しが始まります。このエンゼルが持っている矢ですね。ここを見てください。ほんのわずかですけども、動いているのわかりますね。右の方が、やや空間が広くなっています。ほんのわずか動いています。で、あとは寸分たがわずと言いますか、絵ですから多少の、書き加え、修正はあったものと思われますけども、この矢だけはごまかせませんね。同じことをレオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。正母子ですね。で、同じ絵を A と B、2枚ダ・ヴィンチは残しています。背景が違うことから、ところから判断してください。で、これは弟子の模写ってことになってますけど、模写なんかではありえませんね。そしてこの腕を見てください。この、子供を見てください。ほんのわずかですけども、口が動いているのわかりますか？これだけではわかりにくいかもしれませんので、今度手を見てください。指と棒の間がほんのわずかだけ広がっているのわかりますか？さらに、もう少しわかりやすいところは、この棒と、それから肩の、脇の下の間の距離ですね。肩の、幅がやや、腕がですね、長いですね。同じように、ブグローの絵も同じように、ほんのわずかだけ動いているのはわかります。ダヴィンチの時に証明しましたけども、わずかな時間差を置いて、データベース、写真を撮ったからこのようなことになるわけです。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますね。絵ですから、少しぐらい動いたっていいじゃないか。というふうに、お考えになる方も多いかと思います。が、ちょっと待ってくださいね。で、これが今お見せしました、ブグローの絵なんですけども、今度は、この台と言いますかね、女性が、お尻を据えてますね。この台を、石の台だと思いますけども、ここに注意してください。同じような、石の上に座っているのがわかります。そして、よく見ますと、ここに文字が書かれています。それを拡大してみますけども、このような文字です。フランス在住の、仲間の皆さん、この文字読めたらどうか私に教えてください。で、これだけじゃ足りない。で、さらに検証を続けてみます。この絵なんですね。非常に官能的な絵ですけども、この右と左、左と右、見比べてみてください。これら二人は同じ女性であることがわかります。顔を比較してみてください。やや見る角度が違いますから、違った女性に見えるかもしれませんけども、顔というのは多少角度を変えても、同じかどうかということは判断できるものです。そして細部を、こうして検証していきますと、全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。なわち、わずかな時間差を置いて、データを取ったということはこれでわかるわけです。はい、写真撮りますよ。バチッ。はい、もう一枚。バチッ。こんな感じでしょうね。これだけでは足りないかもしれません。では、もう別の絵で検証してみます。ここに一人の少女がいます。もう一人の少女がいます。これらの少女は全く同じ少女なんですね。持っているなんてますかね。急須って言いますか。ツボも同じです。で、こうして比較してみますと、細部に至るまで同じなんですね。ただ、右の女の子はですね、腕をまくっていますね。左は伸ばしています。その違いは同じで、カラーを落としてセピアにしていますと、もう区別がつきません。いわゆるそのトーンの使い方が同じだということです。いわゆるメイドがね、私、これ、メイドを何も手を加えてませんので、誤解なさられてくださいね。そして、それだけじゃないんですね。この顔を見比べてみてください。この顔ですね。そして、今度横顔ですけど、この顔です。この眉毛に特徴がありますね。長くて、そして、目尻の方までずっと下がってますね。すなわち、これらの女の子は同じ女の子だということなんです。鼻が少し団子場になっているところも同じです。そして、この襟に注意してください。同じですね。そして、この、ツボというんですかね。この色彩の感覚、そしてこの取っ手のところがね、ちょっとこう盛り上がってるのわかりますか？同じなんですね。そして色の感じ、それから反射光の描き方、同じだというふうに皆さんお気づきになると思います。すなわち同じデータベースを使っているということなんですね。と言いましても、まだ皆さん満足なさらないかもしれませんね。そんなことは同じ画家が描いたんだから、同じようになって当たり前じゃないかというふうにおっしゃるかもしれません。で、1年違いますけども、まあ、年にまたがって書けば可能だったってことですね。さらに検証を続けてみます。ここに女の子がいます。で、同じように似たような女の子がもう一人います。これらは同じ女の子です。まあ、同じモデルを使ったわけですね。そして服に注意してください。セピアカラーにしてみますと、全く首つきませんけど、目を見てください。同じですね。それから肩です。同じですね。まあ、同じとしか言いようがないですね。向かって右の方もやや下がって同じです。で、顔を比較してみますが、髪の毛を見てください。で、向かって右の方はややね、顔が傾いて内側に向いてますから違って見えますけども、同じブルーのリボンをつけています。そして、髪の毛が跳ね出ているところ。先ほど言いましたように、わずかな時間差を置いて撮ってますから、風が吹いたりして、白人の髪の毛は細くて柔らかいですから、動きやすいですよ。それからこの団子花っぽいところ。そして髪の毛、右の方向かって右の方がやや乱れているところ。そしてこの襟に注意してください。まあ同じとしか言いようがありませんね。で、これを拡大して比較してみます。このようになっています。そしてレースの編み方。2段になっているところ。これはダヴィンチも同じ手法を使ってますね。このように全く同じなんです。どう違うかというか、逆に言いますとね、違う方を探し出す方が難しいかと思います。そして、その襟の間の模様を見てください。同じ位置にこの丸をつけてみました。そして、左の方もよく見てください。そして、さらにその左も同じようになっています。これはもう写真としか言いようがありませんね。が、これでも皆さんは多分満足なさらないかもしれません。決定的な証拠ではありません。で、この二人の女の子から、もう一人似た女の子もいますが、この女の子はひょっとしたら違う女の子かもしれません。まあ、ともかくも一人の参考的な、まあ、絵としてここに並べてみました。さらに検証を続けてみます。今度はこの絵です。エンゼルがいますね。で、これはですね、どうしてこれが重要かというとですね、全く同じ絵がもう一枚あるからなんです。で、私は我が目を疑いましたね。そこでもう一回目録を調べてみました。これがブグローの目録です。公式の、まあ、目録と考えていただいて結構ですけど、ここにあるわけですね。この上2つ、上から1、2番目がそうなんです。で、私はこれ同じ絵かなと思ったんですけど、そうではなくて、別々の絵なんですね。そして持ち主も違います。上は個人所有、下はオーストラリアのホーバーアートギャラリーが所有している絵なんです。で、この二つを比べてみます。で、大きさがですね、ここに寸法が書いてありますので、この絵を、調べてみます。で、これ縦横がですね、国によって表記の仕方が違いますので、日本の語は縦横と言いますけど、英語の場合は一般的には横縦の寸法を書きますが、国によっては縦横で書くところもあります。ともかくも、大きさの比率からして、この、いわゆるその実際の大きさを比較してみました。左の絵は小さいですね。右の絵は大きいです。で、これが同じ絵なのか違う絵なのかということですけども、目録によれば違う絵なんで、ひょっとしたら同じかもしれません。というのは、あまりにも同じだからです。区別することができないほど同じなんですね。まあ一応ここでは A と B を、まあ一応比較してみますと、皆さん目で追っかけてみてください。ひょっとしたらこれは同じ絵かもしれません。そういう可能性もなきにしもあらずです。まあ一応私が調べた範囲では別々の絵ということになっています。これは別々の絵とはもう言えませんね。もし、これがですね、別々の絵であるならば、サイズが違って全く同じ絵だということなんです。まあ、これだけでも一つの、まあ、証拠になるわけですけども、多分皆さんは満足なさらないと思いますね。これは林博の間違いであると。すなわち、その誤解であるというふうに、まあ、考えられればそれまでなんですけどもね。一応私は誠意を持って調べてみましたけども、別々の絵ということになっています。で、こうして比べてみますと、髪の毛の、なんて言いますかね、形、位置は同じのことを、細い髪の毛に至るまで同じなんですね。ただ、右下の方にはやや細い髪の毛があるより多いように見えます。額の上の方を見てください。まあ、このように、まあ、同じであると。で、これについても、まあ、皆さんは多分満足なさらないかもしれません。これは林博の見間違いである。というふうに、見間違いということはね、同じ絵をね、二つに分けてる。しかし、もう一度この寸法を見てくださいね。これは目録に出ている寸法です。これが、実際の、サイズコンパリューゾンです。右の方の絵はですね、約4、2倍ですわね。面積で言えば4倍の大きさになっています。皆さんどう思いますか？これ、2つ違う絵なのか、同じ絵なのか。個人所有とオーストラリアのホーバートにある、絵ということになりますが。で、結論なんですけども、この、ウィリアム・アドルフ・ブグラですね。ブグラはですね、の時代にはカメラがあったかですけども、実はこの時代にもうそろそろカメラが出てきたわけですね。しかし、動く物体、動体はまだ撮影できませんでした。で、この絵を見てください。セピアを落としますと、これは皆さん写真だと思いますか？絵だと思いますか？この絵もそうです。セピアカラーにしていますと、よくわかりますね。写真なんでしょうか？絵なんでしょうか？これはそうですね。白黒にしていますと、セピアにしていますと、やっぱり写真と区別つきませんね。皆さん自身で判断してください。絵なのか写真なのか、絵なのか写真なのか、私の頭の中でも繰り返し、この疑問、謎が湧いてきました。写真なのか、絵なのか、セピアにしてみますと、写真。と言っても、誰も疑いませんわね。写真なのか、絵なのか。写真なのか、絵なのかということになります。が、これだけではまだ皆さん、満足なさいませんね。絵だ。1% でも、あるいはその数十分の1でも人間が描いたという可能性がありますと、人間が描いたものだと主張する人は多いですね。が、しかしちょっと待ってくださいね。この絵なんかも特にそうですけども、セピアにしてみますと、写真と区別はつきません。が、これはそうではありません。この絵です。よく見てください。彼はカメラを使ったのか使わなかったのか。カメラなんかあるはずありませんよね。カラー写真というのは、私が子供の頃、今から50年ほど前に、できたわけですからね。が、しかしここにその答えがあります。この女性をよく見てください。よく見てください。で、色を落としてみます。そして、ここに、ブグローのミスがあります。手を見てください。この手はですね、この指先おかしいと思いませんか？波打ち際の波の中にあるはずでしょ？ところが、指先は浮いてますね。ここ見てください。合成写真だということなんです。そして下の合成前の下の、岩っぽいものも一緒に映り込んでしまっています。合成ミスです。いわゆるカンパゼットフォトグラフだということなんです。もう一度よく見てください。ここの部分です。向こうから大波が来ますね。そしてここは、この女性が座っているところは波打ち際です。この波を見てください。この波です。この波、右が本物の波です。同じです。すなわち、ブグローは、この波の写真と女性を合成させたということになるわけです。が、本来ですよ。右が波打ちで、その、右、ブグロの描いたのはもう絵というよりも写真なんですね。そしてもう一度ここを見てください。この指です。本来なら、この辺りまで波が来ていて、手は隠れていなければなりません。お尻の部分もそうです。しかし、手は浮いていますね。合成ミスなんですね。すなわち、これは合成写真だということです。その事実を知っているのは、この波ということになります。100年前と言いますけども、宇宙的な時間から見れば、100年などというものは、昨日にもならない、つい先頃ということになります。宇宙的に言えば数分前、数時間前ということになるかもしれません。ということで、このブグローの絵は、合成写真である。写真によって描かれた絵であるということになります。YZRH さんどうもありがとうございました。これからもブグローをさらに検証していきたいと思います。Thank you very much for watching and bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Rembrandt had a 2D camera, less than were present possibility。レンブラントは 2D カメラを持っていた。1% 以下の可能性。1% でもミスや間違いがあると全てを否定する人がいます。そして 1% でも人間が作った可能性があることを理由にですね、人間が作ったものだ、書いたものだと主張する人もいます。しかし大切なことは 1% でもその中に謎や疑問が生まれたら残りの 99% に目を向けることではないでしょうか。ここにレンブラントの描いた肖像画があります。が、これらの肖像画を見比べてみますと何かおかしいですね。何かおかしい。特に例えばと言いますか、髭に着目しています。それぞれが共通点を持っています。もちろん絵ですから、後で手を加えたりすることはできるでしょう。しかし、今風に言えばですね、元のデータベースは同じ。もっと言えば、データの使い回しをしているということですね。髭にしてもですね、元のデータベースに、やや別の髭を加えて違ったものに仕上げるとか、あるいはシャープにしたり、ぼかしたりすることによって違った絵に仕上げるとか、そういった技法をレンブラントはあちこちで使っています。皆さん自身で判断してくださればいいですけども、1% の部分で私は何かおかしいと思います。疑問に思います。皆さんはどうでしょうか？ということで、レンブラントの一枚の絵をここに紹介します。これはレンブラントの描いた手です。精緻すぎるほど精緻ですね。線画で精緻に描くのは現代でもありますけども、このように色をつけた絵で精緻に描くというのは非常に珍しいんですよ。青いその静脈まで表現してわかりますか？ここまでやるかというような絵なんですね。で、これを見て絵だと思う人もいれば、これは写真じゃないかと思う人もいるわけですね。皆さんの判断、あとは皆さんの判断ですけども、この絵を精査してみますと、大変面白いことがわかります。これから精査してみますが、指を精査してみます。で、もう一つの指を見ていただきますが、この指ですね。指というか手ですね。そしてですね、中心線を引き、絵を描いてみますとですね、中心部分は、いわゆる今風に言えば焦点が合ってるわけです。しかし、ほんの少し外縁部にずれていきますと、急速にボケていくわけですね。いわゆるピンボケです。これ中心部ですね。そしてややずれますと、ややボケてくる。さらにずれますと、ぼんやりしていきますね。レンブラントの絵はこのような特徴をみんな備えているわけですけども、逆に言いますと、いわゆるカメラを使っていたという疑惑も浮かんでくるわけです。いわゆる中心部から外れれば外れるほど、ピンボケになっていくということです。右と左を比べてみてください。右は中心部です。左は外縁部ですね。これだけ違います。実際の人間の手を近接で写真を撮り、そしてそれと比べています。焦点が合っているところは綺麗に写ります。しかし外縁部はボケてきますね。見比べてみてください。そして並べてみると、中心部はピントが合い、外縁部はピントがずれてきます。先ほどのレンブラントの絵と比べてみてください。中心部は綺麗に描かれています。しかし外縁部行きますとピンボケになっていますね。このことから私はレンブラントはダヴィンチ、ミケランジェロと並んで私たちが神と呼ぶエイリアンの助けを借りていたと私は考えます。今の段階ではまだ疑惑ということになりますけども、こうした分析を続ければその向こうにレンブラントの謎が見えてくると思います。レンブラントの絵です。中心部はピントが合ってますけども、外縁部見てください。ピントがずれてますね。中心部はピピントが合ってますけども、外部がピントがずれてますね。中心部はピントが合ってますけども、外部になりますと、ピンボケになってますね。今でこそカメラという概念がありますから、こうしたことを理解できますけども、なぜレンブラントがこんな技法をしていたかということも疑問なんですね。中心部はピントが合ってますけども、外部はピントがずれています。というようなことで、レンブラント疑惑は深まってきました。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much and see you. Bye.ブーグローの2枚の絵をご覧いただきます。これは大阪在住の黒木隆之さんが指摘してくださったものです。中央の女性は全く同じ女性です。寸分たがわず全く同じ女性です。一方にはぼかしが加えられていますが、それを除けば全く同じです。まず皆さんにそれをしっかりと確認していただきます。その上で画像処理ソフトが使われたという証拠を皆さんにお見せいたします。ブーグローは画像を処理する過程でエンゼルを取り除きましたが、その取り除いた後の痕跡がしっかりと残っていたのです。痕跡が残っていたということは、この二人の女性は同じデータベースを貼り付けて作られた合成写真だということになります。だから痕跡が残ったのです。言い換えると、ブーグローのドジ、大ドジ。ブーグローがインチキ画家であったということを自ら証明する証拠を残したというわけです。それを皆さん自身の目で確認していただきますが、先にも言いましたように、この謎解きはブーグローで終わるわけではありません。同じ手法で描かれたレンブラント、さらにはダヴィンチの絵画への疑惑へと進みます。担当職人に言えば、レンブラントもダヴィンチも同じ仲間であったというわけです。時代を超えて同じ仲間であったということです。今日のテーマは、題して、捏造された巨匠たちの虚像です。私たちはそうしたインチキ画家たちによって騙されていたのです。それを皆さんにお伝えしたくて、この動画を編集しました。確認し、判断なさるのはあなた自身です。あなた自身の目と頭脳を使ってどうか判断してください。まずここでは、二人の女性が全く同じであるということを、確認していただきます。順に目で追っかけてみてください。ここが今日のポイントということになります。痕跡を皆さんに説明する前にですね、これら二人の像の中の、絵の中のですね、女性が全く、姿もですね、スカートもシャツも全く同じであるということを皆さん自身の目で確認してください。ただ一方にはややぼかしが入っています。あるいは絵画そのものの解像度の違いによるものかもしれませんけども、私が調べた範囲では最も解像度の高い絵を選んでみました。しばらく比較精査が続きますが、皆さん自身の目で確認してください。ここが重要です。Sound is everything. When you think and feel, you create sound. Sound! Sound! I'm coming with the sound. Sound! Everything is sound. It is sound that turns matter and energy into form, acting frequencies, making a beat, a beat, a beat, a beat. No more separation, so anyone can go anywhere. Peace in your mind, peace on earth, peace on world, peace at home, peace in the world. shouldn't destroy the planet, shouldn't create massive economic disparity, shouldn't ignore the needs of the people. The resource-based economy operates on the basis of available resources and makes those resources available to every human being on Earth, free of charge, without a price tag. Say what? Offered many times the concept that thought is vibration. Have you ever considered that emotion is vibration? Easy no man, cause them can't understand. Coming with the sound. This be the real, where DJs dig crates and MCs got skills. Enter your brain, enter your home. Coming with the sound. Passions of a man, bullet racing with a train, bouncing between money and fame. Trop de monnaie roule, trop de gens déroule. Coming with the sound. Well, let me tell you one thing, it'll open up your eyes. Coming with the sound. Doing dance for the mainstream because of my content. Coming with the sound. We are surrounded by the potentials we have no knowledge of. Space is full of the energies and life that we are trying to now find by artificial means. The human body is an incredible instrument, and its value has been largely destroyed by the fact that the owner of the body is unwilling to treat it properly. So nation after nation rises and goes down because it does not keep the rules. And this will continue until man, in one way or another, becomes aware of these rules. Now, the speculation about the Atlantic story, to my mind, should not be where was it and what was it, primarily. But the main question is to find out what the story means and what it means to us today, to make this idea practical. We learn from this story, for instance, that a great civilization can perish. We learn that great empires can fall. But what we haven't learned, really, is that these disasters are caused largely by the corruptions of the human being. I think if you pledge allegiance to the earth and everyone on it, that'd be the way to go for the future.これら二人の女性は全く同じであるということですね。そして、この絵を見てください。右の絵にはエンゼルが描かれています。女性の肩に寄りかかっています。左の絵にはそのエンゼルがいません。全く同じ絵であるということにもう一度注意してくださいね。そして、右の絵にはエンゼルが寄りかかっている。そして、左の絵にはエンゼルが寄りかかっていない。で、この肩を見てみますと、この肩に注意してください。向かって右側の肩です。この四角の中です。エンゼルが寄りかかっていたと思われる部分に注意してください。ここに黒い影が見えますね。しかし、これは光の影ではありません。注意深くご覧ください。エンゼルが寄りかかっていたと思われる部分にはですね、こうした、痕跡と言いますか、証拠が残っていたわけです。もう一度確認していただきます。右がですね、エンゼルが寄りかかっている絵です。左はエンゼルが取り除かれた絵です。そしてこの部分を比較してみてください。特に左側の影に注意してください。注意深くご覧ください。これは繰り返しますが、光の影ではありません。ブーグローが後で書き足した、影ということになるわけです。その証拠に、このブラウスのラインがこの影には描かれていません。ブラウスの影が影の部分で皆途切れています。これがブーグローの、ドジと言いますか、失敗ですね。皆さん自身の目で確認してください。エンゼルを取り除いた後にですね、いわゆる画像処理ソフトで、エンゼルを取り除いた後に、こうした欠落部分ができたわけですね。それを、ブーグローがこうして書き足したということになります。つまり、この影こそが、ブーグローが画像処理ソフト、もっと言えばその先に、2D 写真技術を使っていたという証拠になるわけです。全く同じ絵にであるにもかかわらず、この肩の部分だけは後で書き足してあるわけですね。繰り返しになりますけども、ブラウスのラインがここで皆途切れています。ここに皆さん注意してください。小さな小さな小さな証拠ですけども、巨大な謎を解く大きな鍵となりました。この影に注意してください。これこそがその証拠ということになります。つまり、ブーグローの時代にもうすでにブーグローは 2D 写真技術を使い、画像処理ソフトを使い、こうした絵を、描いたというよりもプリントアウトしていたということになります。さらに興味深い事実が浮かび上がってきました。右にエンゼルがいますね。このエンゼルに注意してください。そして、同じ子供と思われるエンゼルが、先ほどの、女性の向かって右側の方に、寄りかかっています。少し、ポーズが違うと言いますか、時間差を置いてデータを取られ、そしてそのデータを貼り付けられたものと考えています。探せば全く同じ、少年、エンゼルが出てくるものと思いますけども、何せ1200枚の、絵が残ってますから、これは大変な作業になると思います。で、よく細かい部分を見ますと、同じように描かれています。ブーグローは筋肉一つ一つまで全て研究してこのような絵を描いたというふうに言われてますけども、それは嘘ですね。写真を使えば誰だってこんなことはできるわけです。そして明るくしてみますと、耳の形。角度が違いますから、少し見にくいところがありますけども、同じだということです。髪の毛も同じように見えますね。ただ右の方はぼかしが入ってますから見にくいです。で、もう一度この女性の絵を見てください。そしてこのエンゼル、向かって右のエンゼルですね、を足してできたのが、実はこのエンゼルですね。実はここに出ているエンゼルはみんな一人の、モデルだと思われますけども、その称号は、マイナーな問題ということになるわけですけども、この女性とエンゼルを足してできたのが右の絵ということになります。カラーを落としてみますと、その雰囲気がよくわかります。チェックメイト、ブーグロー王手ということになるわけですね。こんな絵に騙されちゃダメですよ、皆さん。ブーグローはまことしやかにこういう、写真を残したわけですね。そして一方で私たち人間を、一般の人間を見下していたということになります。お前らごときに、俺のペテンがわかるかいってな感じですね。ところが、日本の林博がその謎を解きました。そして、同じくレンブラントも、そして、同じくダヴィンチも、同じ仲間だということです。時代を超えて、同じ仲間がこうして、現在に繋がっているということですね。つまり、これらのイメージは作られたインチキイメージということになります。私はそう結論を下しました。で、結論ですけども、もう一度見てください。この女性です。そして、この女性の向かって右側の方に注意してください。同じ女性が別の絵に描かれていますが、その絵にはエンゼルが寄りかかっています。ですから右の絵の方が先にできたということですよね。そして、このデータを貼り付けてエンゼルを作った。そのエンゼルを取り除いた後に、痕跡っていうか、欠落部分ができたんですね。そこでブーグローは、こうして書き足したわけです。この影の部分がブーグローの実力ということになります。そして、このシワは、ブラウスのシワはこの影の部分で消えています。これがその証拠ですね。つまり書き足したという証拠です。この両者の女性は、二人の女性は全く同じなんですよ。そして、この部分だけが、後でブーグローが書き足した部分、なわち、いわゆる画像処理ソフトを使って作ったという証拠になります。Ladies and gentlemen, composite photograph is a photograph formed by superimposing two or more separate photographs. Then, what is it you may name a photographic painting formed by superimposing two or more separate photographs? It is also a composite photograph, isn't it?2枚か、あるいはそれ以上の写真を合成して作られる写真のことを合成写真と言います。では、絵画の場合はどうなのでしょうか。2枚か3枚の絵画を合わせて作られる絵画は合成絵画なのでしょうか。それとも合成写真なのでしょうか。Hiroshi Hayashi Hamamatsu Japan。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵はどこを調べても怪しい。調べれば調べるほど怪しい。その一例がこの「Man」「男」と題されている絵です。この男の髪の毛に注意してください。A と B の部分です。髪の毛が透明になっているかのように見えます。拡大してみます。透明になっています。で、もう少し詳しく見てみます。透明になっているとはいえ、顔の輪郭線がその向こうに透けて見えるのがわかります。そして、その輪郭線のところで髪の毛の連続性がありません。これはどうしたことでしょうか。左右の髪の毛を見比べてみてください。つまり左右で髪の毛が2つに分かれ、その間に輪郭線が見えるということです。これをどう考えたらよいのでしょうか。もう一度この部分を確認したいと思います。髪の毛の部分です。この輪郭を境に左と右の髪の毛には輪郭線がありません。で、透明になっているかのようにも見えます。つまり髪の毛を描いたのでもないし、また輪郭を描いたのでもない。あるいは両方描いたわけですけども、髪の毛を後から付け足したということではないでしょうか。あるいは逆にどうすればこんな絵を描くことができるでしょうか。で、私はさらに調べてみました。赤いラインが輪郭線です。そして黄色いラインが髪の毛です。唯一考えられる言葉ですね。先に輪郭を描いといて、後から髪の毛を付け足した。その場合、輪郭のところで髪の毛を一旦止めて、また輪郭の外の髪の毛はまた別に描いたということですけども、そんなめんどくさいことを普通するでしょうか。さらに検証してみると、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はアンギャリの戦いの絵の中の人物に似たような髪の毛を描いています。左下の人物の髪の毛に注意してください。全く同じというわけではありませんが、同じコンセプトで描かれた髪の毛ということになります。その髪の毛を中央の人物の髪の毛のない人物の頭にくっつけたと考えるのが自然ではないでしょうか。左の髪の毛を中央の人物の頭にくっつけたというわけですね。その時に現代風に言えばグラフィックソフトのようなものを使ってくっつけたということになるのではないでしょうか。もっともこんなことを言うとですね、多くの方はまさかと思われるかもしれませんが、あのウィリアム・アドルフェ・ブーグローのケースもあります。その動画はこの後につなげておきますが、ダ・ヴィンチとブーグローは顔という面においても大変よく似ています。偶然の一致ということになるのですが、しかしここで合成写真ということになれば、そのままブーグローの合成写真とつながっていきます。続く動画の中でそれを詳しく説明します。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's video is a kind of an additional version to video number 1549, in which I'd like to make a challenge to create my own composite photograph as William Adolphe Bouguereau did in his works. Please have and enjoy it. この絵の中でブーグローは写真を合成しながら致命的なミスを犯しました。水の中の指先に注意してください。手のひらは波打ち際の泡の上にありますが、その指先は砂浜の上に出ています。注意深くご覧ください。つまり本来ならその指先は水の中になければなりません。つまり合成ミスです。指先に注意してください。手のひらはしっかりと泡を上から押さえています。しかし指先は砂の上に出ています。本来ならこの指先は水の中になければなりません。が上に出ているということですね。ですからこの部分はと言いますか、水のここの部分にはですね、水の穴が開いているかのように見えます。つまり合成ミスということになるわけですね。しかしこれはブーグローにとって致命的なミスということになります。つまり、これが合成写真だという証拠になってしまったわけですね。さらに、合成写真であるという証拠は続くビデオの中でお見せしますが、その前に私もブーグローのこの合成写真に、チャレンジしてみることにしました。果たして私にできるかということですね。向かって左側の左の手にも注意してくださいね。やはり水の上に出ています。で、私の合成写真です。写真さえ揃えば、こうした合成写真は10分足らずでできます。まず、波の写真と砂浜の泡の写真を合わせます。そしてその上に裸の女の子を置きます。そして、下をですね、波で少し隠します。向かって右の足も隠します。こうして水の中に潜ったように感じになるわけですね。そして今度はここに影をつけます。影は簡単にね、境界をぼかしておいて、そして明度を落とせばいいわけですね。そして反射した体が映っているように上下反転した絵をくっつけて、その上に、波をかぶせます。こうして、完成したわけですね。写真さえ揃えば10分足らずで簡単にできます。これが私の作品です。作品ですよ。そして右下がブーグローの、合成した写真ということになります。が、ここでブーグローは致命的なミスを犯しました。しかし、私はこんなミスはしません。でしたね。ということで、続くビデオをご覧ください。なお、この女性についての謎は、1時間7分48秒後、1時間8分前後のところで紹介します。どうかご覧ください。Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much important for all of us humans to know the secret of circuit the great master artists such as William A. Bouguereau, Rembrandt, and Leonardo. You will know that the images of these masters were concocted in history, or I say false images, and here in this video, I will prove the paintings painted by these masters were created on 2D photographic technology with concrete evidence. William A. Bouguereau left the evidence. ブーグローの絵は 2D 写真技術、画像処理ソフトを使って作られたものです。それをこのビデオの中で証拠を添えて証明します。が、それだけではありません。ブーグローの絵がそうした技術を使って作られたということは、同じ手法で描かれたレンブラント、さらにはダヴィンチの絵画も 2D 写真技術と画像処理ソフトを使って作られたということになります。ブーグローの絵の中にはその痕跡、つまり証拠がしっかりと残っていました。その証明には少し遠回りをしますが、どうかこの動画をじっくりとご覧ください。まず、ブーグローの2枚の絵をご覧いただきます。これは大阪在住の黒木隆之さんが指摘してくださったものです。中央の女性は全く同じ女性です。寸分たがわず全く同じ女性です。一方にはぼかしが加えられていますが、それを除けば全く同じです。まず皆さんにそれをしっかりと確認していただきます。その上で画像処理ソフトが使われたという証拠を皆さんにお見せいたします。ブーグローは画像を処理する過程でエンゼルを取り除きましたが、その取り除いた後の痕跡がしっかりと残っていたのです。痕跡が残っていたということは、この二人の女性は同じデータベースを貼り付けて作られた合成写真だということになります。だから痕跡が残ったのです。言い換えると、ブーグローのドジ、大ドジ。ブーグローがインチキ画家であったということを自ら証明する証拠を残したというわけです。それを皆さん自身の目で確認していただきますが、先にも言いましたように、この謎解きはブーグローで終わるわけではありません。同じ手法で描かれたレンブラント、さらにはダヴィンチの絵画への疑惑へと進みます。担当職人に言えば、レンブラントもダヴィンチも同じ仲間であったというわけです。時代を超えて同じ仲間であったということです。今日のテーマは、題して、捏造された巨匠たちの虚像です。私たちはそうしたインチキ画家たちによって騙されていたのです。それを皆さんにお伝えしたくて、この動画を編集しました。確認し、判断なさるのはあなた自身です。あなた自身の目と頭脳を使ってどうか判断してください。まずここでは、二人の女性が全く同じであるということを、確認していただきます。順に目で追っかけてみてください。ここが今日のポイントということになります。痕跡を皆さんに説明する前にですね、これら二人の像の中の、絵の中のですね、女性が全く、姿もですね、スカートもシャツも全く同じであるということを皆さん自身の目で確認してください。ただ一方にはややぼかしが入っています。あるいは絵画そのものの解像度の違いによるものかもしれませんけども、私が調べた範囲では最も解像度の高い絵を選んでみました。しばらく比較精査が続きますが、皆さん自身の目で確認してください。ここが重要です。Sound is everything. When you think and feel, you create the sound. Sound! Sound! I'm coming with the sound. Sound! Everything is sound. It is sound that turns matter and energy into form, acting frequencies making a beat, a beat, a beat, a beat. No more separate nature. No anyone can go anywhere. Peace in your mind, peace on earth, peace on world, peace at home, peace in the world. humans shouldn't destroy the planet, shouldn't create massive economic disparity, shouldn't ignore the needs of the people. The resource-based economy operates on the basis of available resources and makes those resources available to every human being on Earth, free of charge, without a price tag. Say what? Offered many times the concept that thought is vibration. Have you ever considered that emotion is vibration? Easy no man, cause them can't understand. I'm coming with the sound. This be the real, where DJs dig crates and MCs got skills. Enter your brain, enter your home. Coming with the sound. Passions of a man, bullet racing with a train, bouncing between money and fame. Trop de monnaie roule, trop de gens déroule. Coming with the sound. Well, let me tell you one thing, it'll open up your eyes. Coming with the sound. Doing this for the mainstream because of my content. Coming with the sound. We are surrounded by the potentials we have no knowledge of. Space is full of the energies and life that we are trying to now find by artificial means. The human body is an incredible instrument, and its value has been largely destroyed by the fact that the owner of the body is unwilling to treat it properly. So nation after nation rises and goes down because it does not keep the rules. And this will continue until man, in one way or another, becomes aware of these rules. Now, the speculation about the Atlantic story, to my mind, should not be where was it and what was it, primarily. But the main question is to find out what the story means and how it, what it means to us today, to make this idea practical. We learn from this story, for instance, that a great civilization can perish. We learn that great empires can fall. But what we haven't learned, really, is that these disasters are caused largely by the corruptions of the human being. I think if you pledge allegiance to the earth and everyone on it, that'd be the way to go for the future.これら二人の女性は全く同じであるということですね。そして、この絵を見てください。右の絵にはエンゼルが描かれています。女性の肩に寄りかかっています。左の絵にはそのエンゼルがいません。全く同じ絵であるということにもう一度注意してくださいね。そして、右の絵にはエンゼルが寄りかかっている。そして、左の絵にはエンゼルが寄りかかっていない。で、この肩を見てみますと、この肩に注意してください。向かって右側の肩です。この四角の中です。エンゼルが寄りかかっていたと思われる部分に注意してください。ここに黒い影が見えますね。しかし、これは光の影ではありません。注意深くご覧ください。エンゼルが寄りかかっていたと思われる部分にはですね、こうした、痕跡といいますか、証拠が残っていたわけです。もう一度確認していただきます。右がですね、エンゼルが寄りかかっている絵です。左はエンゼルが取り除かれた絵です。そしてこの部分を比較してみてください。特に左側の影に注意してください。注意深くご覧ください。これは繰り返しますが、光の影ではありません。ブーグローが後で書き足した、影ということになるわけです。その証拠に、このブラウスのラインがこの影には描かれていません。ブラウスの影が影の部分で皆途切れています。これがブーグローの、ドジと言いますか、失敗ですね。皆さん自身の目で確認してください。エンゼルを取り除いた後にですね、いわゆる画像処理ソフトで、エンゼルを取り除いた後に、こうした欠落部分ができたわけですね。それを、ブーグローがこうして書き足したということになります。つまり、この影こそが、ブーグローが画像処理ソフト、もっと言えばその先に、2D 写真技術を使っていたという証拠になるわけです。全く同じ絵にであるにもかかわらず、この肩の部分だけは後で書き足してあるわけですね。繰り返しになりますけども、ブラウスのラインがここで皆途切れています。ここに皆さん注意してください。小さな小さな小さな証拠ですけども、巨大な謎を解く大きな鍵となりました。この影に注意してください。これこそがその証拠ということになります。つまり、ブーグローの時代にもうすでにブーグローは 2D 写真技術を使い、画像処理ソフトを使い、こうした絵を、描いたというよりもプリントアウトしていたということになります。さらに興味深い事実が浮かび上がってきました。右にエンゼルがいますね。このエンゼルに注意してください。そして、同じ子供と思われるエンゼルが、先ほどの、女性の向かって右側の肩に、寄りかかっています。少し、ポーズが違うと言いますか、時間差を置いてデータを取られ、そしてそのデータを貼り付けられたものと考えています。探せば全く同じ、少年、エンゼルが出てくるものと思いますけども、何せ1200枚の、絵が残っていますから、これは大変な作業になると思います。で、よく細かい部分を見ますと、同じように描かれています。ブーグローは筋肉一つ一つまで全て研究してこのような絵を描いたというふうに言われてますけども、それは嘘ですね。写真を使えば誰だってこんなことはできるわけです。そして明るくしてみますと、耳の形。角度が違いますから、少し見にくいところがありますけども、同じだということです。髪の毛も同じように見えますね。ただ右の方はぼかしが入ってますから見にくいです。で、もう一度この女性の絵を見てください。そしてこのエンゼル、向かって右のエンゼルですね、を足してできたのが、実はこのエンゼルですね。実はここに出ているエンゼルはみんな一人の、モデルだと思われますけども、その称号は、マイナーな問題ということになるわけですけども、この女性とエンゼルを足してできたのが右の絵ということになります。カラーを落としてみますと、その雰囲気がよくわかります。チェックメイト。ブーグロー王手ということになるわけですね。こんな絵に騙されちゃダメですよ、皆さん。ブーグローはまことしやかにこういう、写真を残したわけですね。そして一方で私たち人間を、一般の人間を見下していたということになります。はっはっはっは。お前らごときに、俺のペテンがわかるかいってな感じですね。ところが、日本の林博がその謎を解きました。そして、同じくレンブラントも、そして、同じくダヴィンチも、同じ仲間だということです。時代を超えて、同じ仲間がこうして、現在に繋がっているということですね。つまり、これらのイメージは作られたインチキイメージということになります。私はそう結論を下しました。で、結論ですけども、もう一度見てください。この女性です。そして、この女性の向かって右側の肩に注意してください。同じ女性が別の絵に描かれていますが、その絵にはエンゼルが寄りかかっています。ですから、右の絵の方が先にできたということですよね。そして、このデータを貼り付けてエンゼルを作った。そのエンゼルを取り除いた後に、痕跡っていうか、欠落部分ができたんですね。そこで、ブーグローは、こうして書き足したわけです。この影の部分が、ブーグローの実力ということになります。そして、このシワは、ブラウスのシワは、この影の部分で消えています。これがその証拠ですね。つまり、書き足したという証拠です。この両者の女性は、二人の女性は全く同じなんですよ。そして、この部分だけが、後でブーグローが書き足した部分、なわち、いわゆる画像処理ソフトを使って作ったという証拠になります。レンブラント、チェックメイト。ダヴィンチ、チェックメイト。そして、ブーグロー、チェックメイトというビデオでした。続くビデオをご覧ください。昨日作ったものです。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is again about William Adolphe Bouguereau, who was the most influential upholder of the conservative values of French academic art in his day. An art critic writes like this way. His paintings stress those values, that is to say that,precise drawing, contour, and finish, along with strict adherence to the rules of anatomy, perspective, academic modeling, and physiognomic expression in which internal character is revealed by outward appearance, or etc. and etc. Paintings painted by William Adolphe Bouguereau are, however, too much precise.Just like photographs now we know, or photographs themselves. Here's a story about it with evidence. 何度も取り上げてきたウィリアム・アドルフェ・ブーグローの絵です。が、調べれば調べるほどおかしいですね。まず最初に作業中のブーグローの絵を見ていただきました。ブーグローが二人の少女をモデルに筆で絵を描いています。ここが重要です。次に1枚の絵をお見せします。サイズは縦3メートルの大きな絵画です。その絵画の 1558×2200 ピクセルの超解像度版の絵画を手に入れましたので紹介します。この解像度になると1ミリ以下の線もきれいに判別できるようになります。が、いくら拡大しても筆の跡が見られません。筆の跡が見られないばかりか、まるでエアーブラシで描いたかのように線がぼんやりとしています。つまり、ダヴィンチの絵画と同じように、超微粒子で描いた絵画だということです。しかも、私たちが現在、写真と呼んでいる陰影画法によるものです。が、ブーグローの時代にエアブラシがなかったわけではありません。ちょうど、ブーグローの時代にエアブラシが発明され、アメリカで特許を取っています。が、エアブラシでもここまで細かくは描くことはできなかったはずです。ゴッホの絵を並べておきますので、ここでいう筆跡というものがどういうものであるか、皆さん自身で判断してください。つまり、ブーグローの絵もダヴィンチの絵と同じく、私はここがおかしいと言っているのです。が、それだけではありません。ブーグローの絵の中には全く同じ絵もあります。わずかな時間差を置いて写真データを撮ったと思われる絵もあります。さらに、幼い少女から若い娘になるまで、その時々に描かれた同じ女性の絵もあります。顔が同じです。が、不思議なことに、幼い少女の絵の方が後に描かれたものまであるのです。が、もっともこれについては、ブーグローはデッサンだけを残しておいて、後になってその女の子の、少女時代の絵を描いたのだと教えてくださった方もいらっしゃいます。ともあれ、いろいろな意見があるのはよく知っています。そこで大切なことは、あなた自身が自分の目で見て、考えて、判断なさることではないでしょうか。そういう意味では、既存の美術評論家の意見は全く当てになりません。大切なことは、あなた自身が自分で判断なさることです。と考えていましたら、大阪在住の黒木隆之さんという方から50ページを超える研究資料をいただきました。私のビデオをご覧くださり、ご自身で追検証なさってくださったものです。全く同じ女性が描かれている2枚の絵を見つけてくださいました。その一部を今日ここに紹介しますが、結論を先に言えば、やはりおかしいということですね。さらに、ブーグローとダヴィンチ、さらにはモナリザとの関係についても、同一人物ではないかと、それぞれの特徴が共通しているというのです。それについては私の方でも再度検証し、後日報告することになると思いますけども、ここではまず皆さんに、ブーグローの絵が通常の絵の範囲を超えた写真そのものであることを分かっていただきたいと思います。黒木さんが送ってくださった資料のうち2枚の絵を比較していますが、中央の2人の女性はスカートの細かいひだまで全く同じです。背景は全く違います。一方には2人のエンゼルが描かれていますが、他方には何もありません。が、女性は全く同じです。さらにおかしなことに、エンゼルの描いてない方の絵には、その部分には薄い影まで残っています。おかしいですね。共にさらに同じ石の上ってか、石の上に座っていますが、石の形は違っても、石と接するスカート部は同じです。ここに紹介しますから、注意深くご覧ください。100歩譲っても、同じ女性を描きながら、どうして背景だけ全く別のものにしたかという疑問も残ります。あるいは、その逆でも良いのですが、これは外装だけを変えて別の商品に見せかけるあのインチキ商法と同じではないでしょうか。ともあれ、判断なさるのは皆さん自身です。じっくりとご覧になってください。今、絵はですね、黒木さんが指摘してくださったように、モナリザと、ダヴィンチの絵です。ダヴィンチ自身の顔、これがダヴィンチ自身の顔ですけどもね、特に目の付け根のところにあるイボといいますか、ほくろが同じであると。確かにダヴィンチの、顔にはですね、みんなここに、イボのようなほくろがありますね。見方によってはイボ、あるいはほくろにも見えますが、私はイボだと思っています。が、これを、黒木さんはですね、同じ、イボがですね、ブーグローの目の付け根にもあるというふうに発見なさいました。すなわち、ブーグローも、ダヴィンチと何らかの関係があるのではないかということになるわけですね。そして、比較してみてください。やはり同じところにありますね。で、右の下が、これがダヴィンチの目です。同じところにありますね。で、反転してみますと、それがわかります。こういうところから、黒木さんは、一つの仮説を立てられたわけですね。これについては、先ほど言いましたように、後日、皆さんにその報告をしたいと思います。それで、これはですね、黒木さんが送ってくださった資料ですけども、この二人の女性というのは、この女性なんですね。注意深くご覧くださいね。この中央にいる女性、二人いますね。この女性は全く同じなんです。多少の時間差があって違うかなと思っていろいろ調べてみたんですけども、同じなんですね。しかしこれは別の絵ですよ。右の方にはエンゼルが二人いますね。そして髪の毛、それからこの襟を見てくださいね。順に精査していきますので、注意深くご覧ください。背景は全く違うのに。似てると言えば似てますけどもね、黒い背景。ここですね。黒い影が見えますね。エンゼルの方、右の方はエンゼルの体で隠れています。で、あと細かいところをこうして精査していきます。で、赤い丸に注意してください。多少違うかなと思ってね、私も違うところを探そうという逆の立場で逆って言いますかね、逆方向に精査してみたんですけども、違いがないんですね。ただ、明度がやや明るい。あるいは暗いということがありましてですね、線の陰影が、はっきりしないところもありますが、しかし基本的な線のラインの形、位置、場所、位置ですね、位置とそれから流れ方は同じです。ここですね、このエンゼルの体で左の方には影ができています。すなわちここに、ブーグロのミスがあるわけですね。いわゆる貼り付けるときに、取ったんでしょうかと貼り付けたのかわかりませんけども、影を残してしまったんですね。で、もう一度大きくして比較していますから、皆さん自身で判断してください。A と B の女性です。背景が違うことに注意してくださいよ。手は全く同じです。もうこれ比較っていうかね、比較してるうちになんというか、なんと言いますか、馬鹿らしさを覚えるほど同じなんですね。で、逆に言いますと、同じように書いたということになりますけども、じゃあ衣服のシワまで同じ書く必要があったのか。逆に言いますと、それだけ最新にですね、同じに書こうと思う方が、神経が疲れますよね。皆さんも、大きなところはね、同じように書くということはあっても、細かいシャツのひだまでね、同じように書くということは、いかに神経を使い、なんて言いますか、大変な、作業であるかということは、皆さんも日常の経験の中で、わかることですよね。で、もう顔もですね、比較するまでもなく全く同じだということです。下の方がやや拡大というか大きいですから、ちょっと大きく見えますがね。この目の付け根にイボがありますね。ここまで同じなんですね。これは、ブーグローにもありますし、まあ、モナリザにもありますし、それからダヴィンチの顔にもあるというわけですね。それは黒木さんが発見なさったことです。そしてこう比較していまして、で、くっつけてみますと、全く違和感なくくっつくわけですね、顔がね。まあ、この A と B はですね、もう違いを探すことができない方法と言ってますから、この目のね、クマの表現の仕方、目の付け根の表現の仕方、目の下の表現の仕方、ただ全体に薄い、明るい、濃いということはありますけども、この違いを探すことができないということですよね。三白眼でやや下にね、白目が見、まあ、三白眼という目が、瞳が上向いてますからね。そして貼り合わせてみても全く違和感なく合うということです。それで、この服の、って言いますか、スカートって言いますかね、この布の、まあ、今まで調べてきた中でも、これは大変珍しいケースですけどもね、やや違うというか、色も違いますけどもね、まあそういうところは違いますけども、同じなんですね。この丸いところを注意深く見てください。先ほども言いましたように、ここまで同じに書く必要があるのかってことになるわけですね。まあ同じように書くとしてもですよ。また同じように書いても意味がないわけですね、こうした部分は。皆さんなら2枚の同じ絵を書くときにどうなさいますか？少しぐらいは歪んでくる。いや、まあ、歪んでくる。違ってきますよね。こうした薄いシワまで同じなんです。そして大きなシワはもちろん同じです。そして影まで同じだということです。この、まあ、シャツのですね、この細かい部分を丁寧に精査と言いますか、比較してみてください。全く違いがないんですね。まあこうしたことを積み重ねながらですね、ブーグローの絵は写真技術によって作られたということを私はまあ少し前に証明しました。で、それについてですね、当時もカメラがあって、そうしたカメラを使って絵を描いたっていうふうにまあ説明してくださった方もいらっしゃいますけれども、カメラがあるということとカメラを使って絵を描くということの間には大きな距離があるんですよ。電話があるということとインターネットがあるということの間には大きな距離があるということですね。だから電話があったからもう即ね、今から50年前にインターネットがあったというふうに考えることぐらい私は馬鹿げています。そこでこの2枚の絵をですね、まあ前回調べたんですけども、これ大きさが違うんですね。それで私はですね、この大きさが違って全く同じ絵をまあこうして見つけたわけですけど、同じ絵なのか違う絵なのか未だに区別がつかないんです。で、これはですね、ポスターかもしれないという疑いも持ってみました。しかし右の絵はですね、これはホーバートにあるタスマニア、オーストラリアの個人所有の絵なんですね。で、左の目から、絵から右の絵を切り抜くことはできますけども、右の絵から左の絵を作ることは不可能なんですね。わかりますか？右の絵はホーバートのタスマニアのホーバートにも、個人所有の絵なんです。そして大きさも全く違うんですよね。そしてしかし、この A の方は全体が写って、書いてあると。そして全く同じなんですね。で、これをどう理解していいかということなんですよね。皆さんご自身で、見てください。大きさももちろん違いますよ。後で実際の大きさを、皆さんにお見せしますが、ポスターではないということは今言いましたように、B の方がですよ、個人所有で、これは本物のブーグロの絵ということになってるわけですね。この B の A から A のポスターを作ることは不可能なんです。というのは、ことになりますと、A はこれはポスターではなくて、本物の絵だということですよね。で、まあ、ブーグローの絵はたくさんポスターが出てますから、ポスターの大きさを描いてあるのかなと思ったんですけども、そうでもない。皆さん自身でこの、髪の毛の風合い、ですから感じ、これは写真ですよね、これは。しかも同じ。ですから、この絵を見たときに、まあ私はですね、まあ区別ができなかったんですね。そして、今言いましたように右の下はですね、これは個人所有の絵なんです。そして、上半身しかないわけですね。で、左の方は全身がありますが、これは、まあ、これがですね、ポスターということはありえないわけですね。というのは、右の絵から左の絵を作ることは不可能ですから。となりますと、左の絵も絵だということになるわけですね。あるいはどこかに絵があって、そのポスターかもしれません。同じような感じです。これはですね、同じ女性が描かれてますけども、男性が、まあ、抱いてるか抱いてないかの違いですけども、やや顔の傾きが違うんですね。これはギリシャ彫刻も同じ手法で作られていますけども、やや時間差を置いて、写真データベースを取ったということになるわけです。まあ、やや右の方が下を向いてますね。そして左の方がやや上の方を向いているということです。しかし、同じ女性であることは、他の部分を比較すればわかるわけですね。こうした絵をブーグローは残しているわけです。同じデッサンのデザインを使ったということでもないんですね。そしてですね、これは同じ女の子を描いた絵ですけども、まあ、全く同じモデルですけども、別々のところで写真を撮った。まあ、はっきり言って写真撮ったんですね。はい、撮るよ、いい、こっち見て、バチッ。はい、今度こっち来てね、ここ立ってね、バチッて、こういう感じでしょうね。そして同じ女の子が生まれたわけです。そして、この女の子を比較してみますと、頭の産毛まで同じなんですね。リボンの形、色も同じなんですね。シャツもね、スカートも同じなんですね。全く同じなんですね。まあ、どういうふうにまあ、私の方で説明していいかわからないぐらい同じなんですね。で、色を落としてみますと、ブーグロの絵はですね、セピアカラーの落としてみますと、写真だということがよくわかりますね。まあ、当時、写真機があったことはあったんですけども、まあね、いわゆる、シャッター式のカメラではなくてですね、蓋を取って、また閉めるというカメラだったようですね。そして、黒木さんはですね、透明になった部分を発見なさいました。これは黒木さんの発見です。この絵の中で、この向かって左側のいる女性のですね、腕を見てください。この腕の部分に、向こうの背景が映り込んでるっていうんですね。注意深くご覧くださいね。これちょっとわかりにくいんですけど、上の方でわかるんですけど、ここに後ろの背景が映り込んで、いわゆるこれは、まあ私たちが言う、レタリングの、まあレタリングでは、いわゆるミスですね。今わかりましたか？そしてこの羽にも向こう側の木が映り込んでいますね。これに対してまあ、羽は透明だからこういう風になったというまあ、風に説明する人もいるかもしれませんけども、先ほど腕はこれ、その説明では納得できませんね。となると結論ですけども、まあ、ブーグローの絵はですね、まあ、そのビデオを後につなげておきますけども、やはり写真技術を作られたということが、こうして証明されていくわけです。こうした絵をブーグローはですね、いわゆるまあ画家になって、正式な画家になってから20年間とか30年間でしたかね、2000枚近い絵を、こうした絵を描いてるんですね。まあ私一度計算してみたことあるんですけども、2週間に1枚ということになるわけです。まあそれについてもですね、ブーゴロは2000枚描いたと言うけども、それはデッサンだとかスケッチも含まれてるから2000枚ということじゃありませんよってことをおっしゃいましたけど、別の画家の方からですね、連絡がありましたけども、私たちその画家がおっしゃるんですよ。画家はですね、1枚の絵を仕上げるに最低でも2、3ヶ月はかかりますよと。最低でもですよ。いわゆるこれほど完成度の高い、まあ、絵だったらもっとかかってもおかしくないわけですね。まあ、大体ブーグローの絵は、大きな、大型作品が多いですからね。そして、ブーグローはエアブラシを使ってませんね。まあ、もう一度確認してください。そしてこうした女の子、同じモデル、この今の子同じモデルです。この子同じですね。同じようなモデルを使って、そして、まあ、だんだん成長につれて、まあ、その女の子を表現してるわけです。そしてまあ、成長してくると今度は裸体の絵が多いわけですね。まあ、そういった形でブーグローは、まあ、絵を、まあ、表現してるわけですけども、今、出てきた女の子、先ほどまあ、いいですけども、とにかくもこういう形でですね、ブーグローは絵を描いていたということですね。皆さん、この絵の描き方で、2週間で、今のような絵が、縦がね、3メートルもあるような絵が、次々と描けると思いますか？まあ、要するに、まあ、それは皆さんの判断ということになりますけども、ブーグローはダヴィンチ、そしてレンブラントと並んで、大変怪しいということですね。まあ、はっきり言えば、ブーグローは、まあ、どういう方法か知りませんけども、今でいう私たちが持っている、いわゆるデジタルカメラ、あるいは写真技術、あるいはプリント、まあ、いわゆるそのデザインをね、ソフトを持っていて、そしてそれで加工しながら、現在に見るような絵を残したというふうにしか私は考えられない。イコール、まあ、ブーグローの背後には、そうした力を持った人、すなわちエイリアンがいたということになるわけです。逆に、ブーグローがこうした絵を描いたということを皆さんは信じることができますか？できないでしょ？ギザのピラミッドと同じなんです。人間にも描けなくはないという、わずかな可能性にしがみついて、そして一方の私たちの意見を頭から否定するという例の論法と同じなんですね。もう一度、最後にこの、ブーグローの描いた2枚の絵、黒木さんがしてくださいました。この絵を見比べてみてください。そして比較してみてください。背景は全く違うのに、しかし女性の部分については、まあ、衣服のですね、シワまで同じである。同じ位置で同じ形で、まあ、全く同じなんですね。そして、エンゼルの肩のところの影が残っている。そして、座っている、まあ、向かって左側のですね、衣服と石が接している部分にも注意してください。同じ形をしているところに注意してください。同じように座っているところ言われればそれまでですけども、こんな絵を描くでしょうかというのが私の率直な疑問です。最後にこの影をもう一度確認してください。エンゼルの部分だけ黒くなってますね、左の方は。怪しいですね。そしてブーグローはこうして絵を描いていた。じっくりとこの絵をですね、頭に焼き付けておいてください。ブーグローは、まあ、いわゆるエアブラシを使って描いたのではない。しかし、絵そのものは陰影画法で、まあ、微粒子の、塗料を使って絵を描いたということになるわけですね。その手法はダヴィンチ、そしてレンブラントと同じであるということです。超精密画ということになるわけですね。ということで続くビデオ。これはかなり前に発表したものですけども、どうかご覧ください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. A painter assisted by aliens, William Adolphe Bouguereau. ブーグロという画家はですね、調べれば調べるほど謎に包まれています。で、今日も検証してみました。色を落としてみますと、まさに写真そのものなのですね。で、B の絵です。これも同じように色を落としてみますと、写真そのものなのですね。で、A と B を貼り合わせてみますと、少し、荒っぽい貼り合わせ方でしたけども、同じです。が、やや動いてるんですね、口。それから、右の方がややぼかしが入っています。あるいは元の画像が、荒いせいかもしれませんけども、こうして比べてみますと、絵という範囲を超えて同じなのです。で、何人かの方からですね、ブーグローは、写真を使って絵を描いていた。ということを指摘していただきました。が、しかし、それは後から理由ですね。当時カメラがあったという理由だけで、カメラを使っていたはずだ。それは現代流の考え方でしてね。カメラがあったところでそれをどう応用していくかということになりますと、10年、20年の歳月が必要なんですよ。で、この2人の女の子を比べてみましても、髪の毛の色まで同じなんですね。もしカメラがあったとするならば、当然、カラーを撮影できるカメラということになるわけですね。写真に色付けしたということであればですよ。が、そんなことはありえませんね。で、この順に見ていきますと、特にここにちょっとこう注意してみました。この、なんて言いますかね、腰のところですね。同じなんですね。そして、スカートを制作していましたが、もちろん絵ですから、後で色を、塗るって言いますかね。ということがなされたでしょうから、細かいシワなどは、比較できませんけども、しかし基本的なラインは同じなんですね。なぜかということになるんですけども、特にこの腰の線ですね。よく似てるというか、同じと言うべきなのか。が、しかしこの2つの絵の間には3年という年月が流れてるんですよ。で、さらに、調べてみますとですね、この女の子と、それから、もう一人、同じ女の子を見つけました。これは続くビデオの中で、にはありません。で、このスカートの端、それから肩の線と比べてみますと、同じ女の子かなっていう感じしますね。が、しかし、顔を見ますと同じなんですね。で、この女性、これは今日、続くビデオの中でももう一度、精査していますので、その追加的検証ということになりますけど、この波を見ていただきたいんですね。上の荒波、下の、なってますか、渚の泡ぶくですね。で、これは実際の写真ですけども、色の使い方、表現の仕方が全く同じであることに皆さんご注意ください。ただ、上の方はややぼかしが入っています。そこでこの部分をですね、切り取って、下の、これは実際の写真ですよ、下の写真は。ぼかしを入れたり、色を落としたりしてみます。すると同じなんですね。だいたいこうしたカメラ、当時のカメラでですね、こうした瞬間を捉えるということは不可能でしたね。それから、動きのあるものをこのように捉えることは不可能です。ということも、考慮に入れてくださいね。現在のデジタルカメラそのものを想像してはいけません。そしてこの波打ち際のアーブグですね。下は実際の写真です。で、比べてみますと、同じなんですね。で、ブーグローの絵、私が調べられる範囲で調べてみましたけども、海の絵を描いたのはこれが1枚だけなんですね。近察といいますかね、近くで。ですから、波の画家でもないんです。そうしたブーグローがこうした絵を描き得たというのはどういうことなのかということを皆さんも考えていただきたいと思います。このような、動きのある絵は、波はですね、当時のカメラでは撮影は不可能でした。激しい動きですね。そして、さらにおかしなことにですね、こうして比べてみましてですね、上の方がやや、ぼかしが入ってますね。で、この下の部分を、やや大きくして、ほぼ同じ大きさにして、ぼかしを入れ、そして、下の方だけをね、上は手を加えてませんけど、下の方を明るくしたり、ガンマを上げたりして、同じようになることを確かめてみました。皆さんは上の泡と下の泡の区別がつきますか？私にはできませんね。ということは、こうしたカメラではなくて、さらに高度なカメラを使っていた。ということになりますね。さらにおかしなことがあるんです。ここを見てください。いいですか？手前の方、下の方ははっきりしてますね。そして、上の方はぼんやりしてますね。いわゆるなんて言いますか、遠近法を使っているってことになるわけですけども、ここで矛盾が生じてくるわけです。この女性の位置と比べてみてください。ところが女性の方は、そうはなってませんね。まあ、ぼんやりした部分と同じ距離にあるはずなのに、まあ、クリアな、体になっています。で、この下の、この指に注意していただきたいんですけど、特に真ん中ですね、右ですね。海の水のくぼみができている感じがします。で、さらに検証を続けますと、女の子ですね。これは二人同じ女の子だと思われますけども、やや年齢が離れてますね。左の方が、より幼くて、右の方がやや、何ヶ月か、そこら、なんて言いますかね、時が流れた女の子の顔だと思います。しかしその特徴は眉毛、口などに、残っているわけです。そしてこの肩のラインなんか見ていただくとわかりますように、全く同じなんですね。やや年齢というか、離れてます。そしてこの女性です。この女性は別のところで、裸の女性となって現れています。多少スケベ心のある人であるならば、これは二人の女性が同じ女性だということがお分かりになると思います。つまり、同じ女性なんですね。同じモデルだというよりも同じモデルを使った写真なんですね。ということに皆さんもお気づきになると思います。さらに、こんな写真もあります。左の女の子もね、向かって左の女の子も他のところで使われている女の子ですね。そして、この背の高い方の女の子ですけども、同じ顔なんですね。ということは同じモデルを使っているということなんです。こうしたことができるのは写真のみですね。写真だからこそできるんですよね。同じ顔。全く違った絵の中で、別々の絵の中でですよ。同じ顔に見えるってかつ。ってことなんですね。ということよりもですね、何よりも、ブーグローがエイリアンに助けられていたという理由の一つがですね、こうした絵をブーグローは、なんと、1855年から亡くなる1905年までの50年間の画家としての生活の中で、1200枚も描いたということなんです。で、単純に計算しても、2週間に1枚ということになるわけですね。これについてね、ある方が、投稿欄の中に書いてくださいましたけども、その方はプロの画家ではないんだそうですけども、1枚の絵を描くのに数ヶ月かかるのは当たり前だということを話してくださいました。しかし、ブーグローはそれを、こうした絵をですね、極めて精緻な絵を、2週間に1枚描いたというんですね。それは可能であるか、可能でないかということは、皆さんの判断にお任せしますけども、普通このモデルを写真撮って、そしてプリントアウトして修正して、絵として体裁を整えるとしてもですよ、私たちが今現在使っているプリンターを使ったとしても、2週間はかかりますよね。ということもちょっと考えてください。で、結論ということになりますけども、もうお分かりですね。ブーグローは、当時の技術ではありえないような技術を使って絵を描いた。すなわち、私たちが神と呼ぶエイリアンによって助けられていた。というふうにも結論付けてよろしいんじゃないでしょうか。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi and YZRHS Japan. Impossible Possibility by William Adolphe Bouguereau. Photographed Paintings. 不可能な可能性。写真技術で作られた絵画。ここに4枚の絵画があります。ブーグローが描いた絵画です。これらの4人の女の子は、同一の女の子と考えられます。で、これら4人の女の子を並べてみます。で、皆さんにまず考えていただきたいのは、これは絵なのか、写真なのかということなんですね。で、これらの女の子は共通して青いリボンを頭につけています。目も全く同じです。写真のように同じなんですね。で、髪の毛も、外人の女の子の場合はですね、幼児期に色変わりすることが多いんですけども、それも正確に表現してあります。そして位置も同じです。金髪っぽいところは産毛ということになります。眉の形を注意してご覧ください。髪の毛に注意してください。このあたりに産毛がまだ残ってますね。そしてそれも正確に表現してあります。相手は動き盛りの女の子ですよ。そうした女の子をこうして、なんて言いますか、その瞬間を捉えて絵にすることは大変難しいことだと私は考えます。髪の毛の色が微妙に変化しているのがわかりますね。変化ということは変化している部分をですね、正確に表現しているのはわかります。で、目を比較してみます。皆さん自身でご確認ください。正確に、同じであるという言い方が正しいんでしょうかね。で、もう一度皆さん考えてみてください。これは絵なのか、写真なのかとです。続くビデオの中で、ブーグローがカメラを使っていたということを証明します。まだ、やっと、カメラができた頃の時代です。で、私の結論は、これらは写真だということですね。誰によって、どのようにして描かれたかということはこれからの問題ですけども、写真技術を使って描かれたということです。レンブラント、さらにはダヴィンチと同じ手法が使われているということです。色を落とし、セピアカラーにしますと、もう写真と区別がつきませんね。ということで今日もブーグローの絵を検証してみました。これが晩年のブーグローです。1200枚の絵を描いたと言われています。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you and bye. Hello, this is YZRHS and Hiroshi Hayashi, Japan. Aliens are here right now with us. It's evidence and proof. Mystery of William Adolphe Bouguereau.エイリアンは現在の今もそこにいる。その証拠と証明。謎の画家、ウィリアム・アドルフ・ブグロー。これがブグローの描いた絵です。写真なのか、絵なのか。皆さん自身でご判断ください。それについてですね、YZRHA さんからこのようなメールが届きました。ウィリアム・アドルフ・ブグローの絵がおかしいと。検証してほしいという内容のものです。で、検証してみましたが、大変なことが分かりましたので、報告します。これがウィリアム・アドルフ・ブグローです。1825年から1905年、今からちょうど110年前にまで、いた画家です。これがブグローの描いた絵ですけども、まず、ブグローの描いた絵を皆さんご覧になってください。この少女の絵が多いですね。それから、大変エロチックと言いますか、美しい女性の絵が多いです。で、こうした絵を、ブグローは、普通でない速さで描き上げたわけであります。ざっと拾ってもこれだけあるわけですね。で、これがブグローの絵なんですけども、これが写真なのか絵なのか、写真なのか絵なのかということですけども、これが写真で作られたものであるということを今日はこのビデオの中で証明いたします。ウィリアム・アドルフ・ブグローの絵です。で、順に検証してみますが、実に写実的というか、その写実のレベルを超えてるんですね。で、順に精査してみます。このスケッチ画をAとします。で、この絵に基づいてなのか同時に描かれたものかわかりませんけども、絵画が残っています。これを B とします。そしてこの A と B を並べて比較してみますと、全く同じなんですね。が、ここで間違い探しが始まります。このエンゼルが持っている矢ですね。ここを見てください。ほんのわずかですけども、動いているのわかりますね。右の方が、やや空間が広くなっています。ほんのわずか動いています。で、あとは寸分たがわずと言いますか。絵ですから多少の、書き加え、修正はあったものと思われますけども、この矢だけはごまかせませんね。同じことをレオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。聖母子ですね。で、同じ絵を A と B、2枚ダ・ヴィンチは残しています。背景が違うことから、ところから判断してください。で、これは弟子の模写ってことになってますけど、模写なんかではありえませんね。そしてこの腕を見てください。この、子供を見てください。ほんのわずかですけども、口が動いているのわかりますか？これだけではわかりにくいかもしれませんので、今度手を見てください。指と棒の間がほんのわずかだけ広がっているのわかりますか？さらに、もう少しわかりやすいところは、この棒と、それから肩の、脇の下の間の距離ですね。肩の、幅がやや、腕がですね、長いですね。同じように、ブグローの絵も同じように、ほんのわずかだけ動いているのはわかります。ダヴィンチの時に証明しましたけども、わずかな時間差を置いて、データベース、写真を撮ったからこのようなことになるわけです。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますね。絵ですから、少しぐらい動いたっていいじゃないか。というふうにお考えになる方も多いかと思います。が、ちょっと待ってくださいね。で、これが今お見せしました、ブグローの絵なんですけども、今度は、この台と言いますかね、女性が、お尻を据えてますね。この台を、石の台だと思いますけども、ここに注意してください。同じような、石の上に座っているのがわかります。そして、よく見ますと、ここに文字が書かれています。それを拡大してみますけども、このような文字です。フランス在住の、仲間の皆さん、この文字読めたらどうか私に教えてください。で、これだけじゃ足りない。で、さらに検証を続けてみます。この絵なんですね。非常に官能的な絵ですけども、この右と左、左と右、見比べてみてください。これら二人は同じ女性であることがわかります。顔を比較してみてください。やや見る角度が違いますから、違った女性に見えるかもしれませんけども、顔というのは多少角度を変えても、同じかどうかということは判断できるものです。そして細部を、こうして検証していきますと、全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。なわち、わずかな時間差を置いて、データを取ったということはこれでわかるわけです。はい、写真撮りますよ。バチッ。はい、もう一枚。バチッ。こんな感じでしょうね。これだけでは足りないかもしれません。では、もう別の絵で検証してみます。ここに一人の少女がいます。もう一人の少女がいます。これらの少女は全く同じ少女なんですね。持っているなんて言いますかね。急須って言いますか。ツボも同じです。で、こうして比較してみますと、細部に至るまで同じなんですね。ただ、右の女の子はですね、腕をまくっていますね。左は伸ばしています。その違いは同じで、カラーを落としてセピアにしていますと、もう区別がつきません。いわゆるそのトーンの使い方が同じだということです。いわゆるメイドがね、私、これ、メイド何も手を加えてませんので、誤解なさられてくださいね。そして、それだけじゃないんですね。この顔を見比べてみてください。この顔ですね。そして今度横顔ですけど、この顔です。この眉毛に特徴がありますね。長くて、そして、目尻の方までずっと下がってますね。すなわち、これらの女の子は同じ女の子だということなんです。鼻が少し団子場になっているところも同じです。そしてこの襟に注意してください。同じですね。そしてこの、ツボというんですかね。この色彩の感覚。そしてこの取っ手のところがね、ちょっとこう盛り上がってるのわかりますか？同じなんですね。そして色の感じ。それから、反射光の描き方。同じだというふうに皆さんお気づきになると思います。すなわち、同じデータベースを使っているということなんですね。と言いましても、まだ皆さん満足なさらないかもしれませんね。そんなことは同じ画家が描いたんだから、同じようになって当たり前じゃないかというふうにおっしゃるかもしれません。で、一年違いますけども、年にまたがって描けば可能だったということですね。さらに検証を続けています。ここに女の子がいます。で、同じように似たような女の子がもう一人います。これらは同じ女の子です。同じモデルを使ったわけですね。そして服に注意してください。セピアカラーにしていますと、全く首つきませんけど、目を見てください。同じですね。それから肩です。同じですね。同じとしか言いようがないですね。向かって右の方もやや下がって同じです。で、顔を比較してみますが、髪の毛を見てください。で、向かって右の方はややね、顔が傾いて内側に向いてますから違って見ますけども、同じブルーのリボンをつけています。そして、髪の毛が跳ね出ているところ。先ほど言いましたように、わずかな時間差を置いて撮ってますから、風が吹いたりして、白人の髪の毛は細くて柔らかいですから、動きやすいですよ。それからこの団子花っぽいところ。そして髪の毛、右の方向かって右の方がやや乱れているところ。そしてこの襟に注意してください。同じとしか言いようがありませんね。で、これを拡大して比較してみます。このようになっています。そしてレースの編み方。二段になっているところ。これはダヴィンチも同じ手法を使ってますね。このように全く同じなんです。どう違うかというか、逆に言いますとね、違う方を探した層が難しいかと思います。そして、その襟の間の模様を見てください。同じ位置にこの丸をつけてみました。そして、左の方もよく見てください。そして、さらにその左も同じようになっています。これはもう写真としか言いようがありませんね。が、これでも皆さんは多分満足なさらないかもしれません。決定的な証拠ではありません。で、この二人の女の子から、もう一人似た女の子もいますが、この女の子はひょっとしたら違う女の子かもしれません。ともかくも一人の参考的な、絵としてここに並べてみました。さらに検証を続けてみます。今度はこの絵です。エンゼルがいますね。で、これはですね、どうしてこれが重要かというとですね、全く同じ絵がもう一枚あるからなんです。で、私は我が目を疑いましたね。そこでもう一回目録を調べてみました。これがブグローの目録です。公式の目録と考えていただいて結構ですけど、ここにあるわけですね。この上2つ、上から1、2番目がそうなんです。で、私はこれ同じ絵かなと思ったんですけど、そうではなくて、別々の絵なんですね。そして持ち主も違います。上は個人所有。下はオーストラリアのホーバーアートギャラリーが所有している絵なんです。で、この二つを比べてみます。で、大きさがですね、ここに寸法が書いてありますので、この絵を、調べてみます。で、これ縦横がですね、国によって表記の仕方が違いますので、日本の語は縦横と言いますけど、英語の場合は一般的には横縦の寸法を書きますが、国によっては縦横で書くとこもあります。ともかくも、大きさの比率からして、この、いわゆる実際の大きさを比較してみました。左の絵は小さいですね。右の絵は大きいです。で、これが同じ絵なのか違う絵なのかということですけども、目録によれば違う絵なんで、ひょっとしたら同じかもしれません。というのは、あまりにも同じだからです。区別することができないほど同じなんですね。一応ここでは A と B を、一応比較してみますと、皆さん目で追っかけてみてください。ひょっとしたらこれは同じ絵かもしれません。そういう可能性も、なきにしもあらずです。一応私が調べた範囲では、別々の絵ということになっています。これは別々の絵とはもう言えませんね。もし、これがですね、別々の絵であるならば、サイズが違って全く同じ絵だということなんです。まあ、これだけでも一つの、まあ、証拠になるわけですけども、多分皆さんは満足なさらないと思いますね。これは林博の間違いであると。すなわち、その誤解であるというふうに、まあ、考えられればそれまでなんですけどもね。一応私は誠意を持って調べてみましたけども、別々の絵ということになっています。で、こうして比べてみますと、髪の毛の、なんて言いますかね、形、位置は同じのことを、細い髪の毛に至るまで同じなんですね。ただ、右下の方にはやや細い髪の毛があるより多いように見えます。額の上の方を見てください。まあ、このように、まあ、同じであると。で、これについても、まあ、皆さんは多分満足なさらないかもしれません。これは、林博の見間違いである。というふうに、まあ、見間違いということはね、同じ絵をね、二つに分けてる。しかし、もう一度この寸法を見てくださいね。これは、目録に出ている寸法です。これが、まあ、実際の、サイズコンパリゾンです。右の方の絵はですね、まあ、約4、まあ、2倍ですわね。面積で言えば4倍の大きさになっています。皆さんどう思いますか？これ、二つ違う絵なのか、同じ絵なのか。個人所有と、オーストラリアのホーバートにある、まあ、絵ということになりますが。で、結論なんですけども、この、まあ、ウィリアム・アドルフ・ブーグラーですね。ブーグラーはですね、の時代にはカメラがあったかですけども、実はこの時代にもうそろそろカメラが出てきたわけですね。しかし、動く物体、動体はまだ撮影できませんでした。で、この絵を見てください。セピアを落としますと、これは皆さん写真だと思いますか？絵だと思いますか？この絵もそうです。セピアカラーにしてみますと、よくわかりますね。写真なんでしょうか？絵なんでしょうか？これはそうですね。白黒にしていますと、セピアにしていますと、やっぱり写真と区別つきませんね。皆さん自身で判断してください。絵なのか写真なのか、絵なのか写真なのか、私の頭の中でも繰り返し、まあこの疑問、謎が湧いてきました。写真なのか、絵なのか、セピアにしてみますと、まあ写真。と言っても、誰も疑いませんわね。写真なのか、絵なのか。写真なのか、絵なのかということになります。が、これだけではまだ皆さん、満足なさいませんね。絵だ。1% でも、あるいはその数十分の1でも人間が描いたという可能性がありますと、人間が描いたものだと主張する人は多いですね。が、しかしちょっと待ってくださいね。まあ、この絵なんかもそう、特にそうですけども、セピアにしてみますと、写真と区別はつきません。が、これはそうではありません。この絵です。よく見てください。彼はカメラを使ったのか使わなかったのか。カメラなんかあるはずありませんよね。カラー写真っていうのは、私がまあ子供の頃、今から50年ほど前に、まあできたわけですからね。が、しかしここにその答えがあります。この女性をよく見てください。よく見てください。で、色を落としてみます。そして、ここに、まあ、ブーグローのミスがあります。手を見てください。この手はですね、この指先おかしいと思いませんか？波口際の波の中にあるはずでしょ？ところが、指先は浮いてますね。ここ見てください。合成写真だということなんです。そして下の合成前の下の、まあ、岩っぽいものも一緒に映り込んでしまっています。合成ミスです。いわゆるカンパセットフォトグラフだということなんです。もう一度よく見てください。ここの部分です。向こうから大波が来ますね。そしてここは、この女性が座っているところは、波打ち際です。この波を見てください。この波です。この波、右が本物の波です。同じです。すなわち、ブグローは、この波の写真と女性を合成させたということになるわけです。が、本来ですよ。まあ、右が波打ちで、その、右、ブーグローの描いたのはもう絵というよりも写真なんですね。そしてもう一度ここを見てください。この指です。本来なら、このあたりまで波が来ていて、手は隠れていなければなりません。お尻の部分もそうです。しかし、手は浮いていますね。合成ミスなんですね。すなわち、これは合成写真だということです。その事実を知っているのは、この波ということになります。100年前と言いますけども、宇宙的な時間から見れば、100年などというものは、昨日にもならない、つい先頃ということになります。まあ宇宙的に言えば数分前、数時間前ということになるかもしれません。ということで、このブグローの絵は、合成写真である。写真によって描かれた絵であるということになります。YZRH さんどうもありがとうございました。これからもブグローをさらに検証していきたいと思います。Thank you very much for watching and bye.